赤木くんと小暮くんがずっと支えてきた土台の上にこれだけのものが加わった。それが湘北だ。いや赤木主人公だったって思いますもん。漫画般若、今回はスラムダンクです。いやもうなんかあるじゃないですか、漫画の中の三大巨頭ぐらいのやつって、その中の一つには入ってそうな感じですよね。まあまずスラムダンクの説明って、もうこれ説明いらないと思うんですけど、まあバスケットボールの話ですよ。バスケットボールの話で、まあちょっとびっくりするのが、たった4ヶ月ぐらいの話を31巻にわたってやるっていう、すごい話です。もちろんです、ジョーダン5履いて見に来ました。はい、同じの持ってるんで、こう付け加えることなくというか、素直な感想言っていいですか。感動しましたね。まず、いや気持ちがやっぱり乗る世代じゃないですか。自分のそのね、思春期になるところに連載されてた漫画だし、30年近い時を経てまさか映画化されるとは思ってなかったし、もうあのラストのとことか、多分みんな同じところでもう多分呼吸とかできてないんですよ、みんな。ああ、みたいな、なってるし、こっちも泣いてるし、いやすごい面白かったですね。あと、これは亮太が前に出てるんだ、主役なんだって感じが、すごい良かったですね。だから漫画の世界観じゃない世界観だったから、面白かったんじゃないっていう。これをただ焼き直ししただけだったらそこまでだったんじゃないかなっていう。まあ一応見てない人いるかもしれないからあの言えないですけど、良かったっすね。あの感じ良かったっすね。そんな未来あったんだっていう。まあありがとうございますって感じだよなあれっていう。っていうか他の漫画ひっくるめてバスケットボールっていう題材で漫画が来たって俺多分初めてだったんですよね。バスケっていう競技があるのは小6の俺でもなんとなく知ってますよ。やっぱサッカーとか、自分はサッカーやってたんですけど、野球とかよりかは正直その時ってマイナーだったと思うんですよ、やってる人には申し訳ないんですけど。でバスケなんだけど、これヤンキー漫画なのかなみたいな感じじゃないですか、主人公がこんな感じで。でももうあっという間にジャンプの主役級みたいになってったっすね。これも本当多分みんなもそうなんだよねってなるかもしれないですけど、ここでジョーダンみんな履くようになるんですよね。やっぱすごい影響力だったと思うんですよ。中1の終わりぐらいかな、ああ中2ぐらいかな、5番6番でしょ。だからジョーダン5、ジョーダン6とかカーマインとか、もう先輩とかみんな履いてたもんねっていう。日本でエアジョーダンがあんなにバゴーンいった、今でもすごいと思うんですけど、絶対スラムダンクの影響ってあったと思うんですよね。ジョーダン6からジョーダン1に履き直すじゃないですか。あ、やっぱジョーダン1の影響ってやっぱすごいんですよ、そっから。あとはとにかく関東カラーになる率が高かったのと、こっちはもう毎週どうなんだどうなんだみたいな感じでこう読むじゃないですか。でも俺たちが待ってる1週間と話の進んでるのって下手すると1分とか何十秒の世界っていうのをさ、もう途中からあれみたいな、俺たちあれから1年経ってんだみたいなさそのスピード感がとにかくすごかったですね。初期は結構ギャグ路線でしたよね。うまいっすよね、あのギャグ路線な感じからがっつりバスケットの方に入ってくっていうのを今を読み返しても引き込まれますもんね。結構ギャグだったと思いますね。ね、また振られたみたいな、新しかったと思います、はい。ヤンキー漫画ってもう主流だったじゃないですか。ちょうど本当すみません、同じ時期ぐらいにもうマガジンとかヤンキー漫画のメッカだったんですよ。湘南純愛組があって、でカメレオンが出てきて、でそこにまたぶっ込みのタクまで出てきちゃってっていう中で、やっぱこの辺ここ来てもそんなにやっぱ薄いじゃないですか、ヤンキー漫画の中では。けどこんだけ人気出たのってね、もうとにかく話が面白い、登場人物が面白い、そのバスケットボールの魅力みたいな。未だに俺だってルールだって分かんないし、そんなにバスケやったらもう人に触れたらすぐファールじゃないですか、なんて難しいんだみたいな。でも
なんですかね、不思議なのがスラムダンク見てると本当に目の前でバスケットボールを してるぐらいのものがこう想像できるじゃないですか。人の心だったりとか、すごい個人的な感想なんですけど、監督の心の声がこの話をすごい面白くしてんじゃないかなと思ってて、田岡とかの心の声が あれが結構なんか面白くさせてんのかなと思ったりしてました。どこの試合見ても面白いですよね、実は。あととにかく絵がいいっていうのがあるんじゃないですか。まあ、みんな誰派に分かれますもんね。あもうこれ同率1位なんですよ、俺の中では。三井と亮太なんですよ。三井はやっぱ人間臭さがあるから、あの人って人泣かせるじゃないですか、 いろんな意味で、良くも悪くもっていうか。三井が登場してからこの話ってすっげえ面白いっていう漫画になったと思ってて、ぶっ潰しに来るじゃないですか三井が。ちょうどなんかチーマーとかがやっぱりリアルタイムで出てきて、あの三井みたいな、鉄夫みたいな人とか、なんかああいう感じでもすごい分かるし、三井が出てきてまあね暴れちゃって、まあもう名言ですよね、バスケがしたいんですって。まあ、あそこ何回泣いたか分かんないじゃないですか。三井はそうですね、あとやっぱ苦悩があるじゃないですか、俺はあのなんて無駄な時間を過ごしたんだみたいなのとか、あそこも好きですね。もちろん亮太も好きです。単純にやっぱかっこいいじゃないですか。ちょっと俺も2ブロックみたいなのしましたもん週2ぐらいでユーイングとかコンバースアシックス、まあ、この辺全部やっぱ来ますよね。かっこいいのがかっこいい、キャラがかっこいいぞってあんまなかったじゃないですか。誰も悟空の頭真似しようとは無理じゃないですか。で今思うと赤髪の坊主とかかっこいいですよね、超かっこいいですよね。まあ、あとはやっぱ春子が好きか綾子が好きかに分かれますよね。まあちょっと春子が勝ってるかなくらいな感じですかね。こんだけいいバランスでキャラ立ってたんだなって感じですね。実は全員主役だった説がありますね、これ。それね、もう全部が結構なパンチラインで歴史に残る名台詞なんだよな。日本漫画界の歴史になってる名台詞がまずあるじゃないですか。諦めたらそこで試合終了ですよっていうのはもう人生の教科書に載っていいと思うんですよね。あれは載ってると思うんですよ、みんなの教科書に、心の教科書には。花道が背中打って選手生命に関わるっていう時あったじゃないですか。もうこれね、結構俺も後々なんか自分の中の大事な時にはこのセリフはすごい出てくるんですけど、まあ、桜木くん白状します。君の異変にはすぐ気づいていた、気づいていながら君を変えなかった、変えたくなかった、どんどん良くなる君のプレーを見ていたかったからだ。指導者失格です、あと少しで一生後悔するところでした。もう3ナウト昇格3ナウトもうラストです、ラスト1分9秒の時です。あと残り1分あれ絶対諦めねえぞ、さあ一緒に声出そうぜ桜木。昇北が71点三ナウトが76点で、桜木が安西先生の顎をまたこうやってギューって引っ張って、親父の栄光時代はいつだよ、全日本の時か、俺は今なんだよっていう、このセリフは涙がやっぱ出たっすね。まあ、それでまたコートに戻るっていう、この辺のラストはね、やっぱみんなどこ切り取っても泣いてんだろうなっていう。俺やっぱバスケットボールやっててない人間なんで、そのテクニック的なところとかっていうのは全く分かんないんですよ。けどやっぱルカワとかリョータってめちゃめちゃうめえんだろうなっていうのって伝わるじゃないですか、素人に伝わるんだから。あの本当たまに息子とバスケットコートがあるところに行くんですよ。でこっちやっぱ生地やっぱスラムダンクの影響とかあるから、すぐスリーポイントとか打つんですけど、まあ届かないんですよ。でも入った時超気持ちいいっすよ。その辺でやってる中学生とかめちゃくちゃうまいんですよ、本当めちゃくちゃうまいんですよ。いやでも俺は現役でスラムダンク読んでたからぐらいの気持ちで、全く関係ないんですよ、俺スラムダンク全巻も全部読んでるからみたいな気持ちでいいあれみたいな、ちょっと日本のコートってアメリカのコートと違くねえとかわけわかんないこと言ったりとか。ああここもやっぱかっこいいですね。まあ、これも最後の方ですけど、ルカワが三井に渡してもうへばってるから、やつは打てねえ3の
そんな球じゃねえよなってルカワが、そのシュートは今までよりも高く美しい弧を描いた、静かにしろよこの音が、もうバツンって スリーポイント決まって、俺を蘇らせる何度でもよって、これもかっこいいですね。ミキチかっこいいな。ここ諦め悪いのが好きですね。湘北69点3の74点の時に、おい親父逆転できるよな、もちろんです。桜木くんがこのチームにリバウンドとガッツを加えてくれた、宮城くんがスピードと感性を、三井くんはかつて混乱を、ほほ後の知性ととっておきの飛び道具を、ルーカーくんは爆発力と勝利への意志を、赤木くんと小暮くんがずっと支えてきた土台の上にこれだけのものが加わった、それが湘北だ。こんなの言われたら泣きますよね。あとまあやっぱ赤木と小暮が3年でずっとこう地味に地味にやってきてっていう、その苦労の部分とかってあるじゃないですか。なんかこの人の気持ち報われてくれみたいになりますもんね。いや赤木主人公だったって思いますもん。いや俺は花道じゃないんじゃないかなって思っちゃうところ結構あるんですよね。赤木なのかなって思うんす、途中ぐらいから思いませんかっていう。まあでもすごいキャプテンの人って感じしますよね。あれどこだっけ、三能の試合に魚住来るじゃないですか。で魚住がなんかもう料理人になって赤木が倒れて生きてるか、俺ページ間違えたんかなと思って、なんかあのかつら向きしてるとこあったじゃないですか、えみたいな。であまりにも二人似すぎてるから、こっち誰だっけみたいになるじゃないですか。でかつら向きだとか言って、あそことかマジギャグじゃないですか。なんで大根と包丁持って今コートでかつら向きしてんのあれ最初わけわかんなくて見返しましたもんね。ええみたいな、みんなそうだったと思うんですよ。すいませんと、で自分の席に戻ってさっきのやつだって超恥ずかしいよ帰れよっていう。いや絶対無理でしょ、絶対無理だと思う、ニュースになってると思う。やっぱ誰か下がったらすぐやられるじゃないですか。その湘北ってベンチの層がもう主力メンバーしか強くないっていうところとか、あとまあ三能に負けた次の試合ボコボコにされて普通に終わってるとかもリアルですよね。まあ駆け抜けた作品の中ではナンバーワンじゃないですかね。みんな読んでた、結構。あと女子に人気があったのがなんか俺覚えてる、当時ですよ、中学校高校の時とか。珍しいですよね、俺ら周り男はみんな読んでたけど。スラムダンク嫌いだってやついなかったな。でもどうしても俺があのこの世で一番好きなジョジョとかって好き嫌い分かれるじゃないですか、偏見で見られるんで。癖が強すぎるじゃないですか、男塾しかり。でもスラムダンクってやっぱり入りやすいんだなって思いましたね。男塾だって入りやすいはずだったんだよなって思いますけどね。みんな今日ら第4強卒とか読みやすいだろうとか思うんですけどね、やっぱちょっと違ったんだなっていう。あ、いやそれ言われるとそうなんですよ、みんなこんなに感動してたのってあんまないんですよね。不思議ですよね、すっごい心にきますもんね。その感動っていうところはだいぶスラムダンクは先駆けてんのかなって思うんですよね。なんだろう、なんか人の心のセリフがすごいグッとくる漫画ですよね。そこまで長ったらしい説明みたいなものがない、全部シンプルって思うんですよ。セリフとかもに関しても田岡ごちゃごちゃ言ってっけど、田岡監督敗れはしましたが、あの粘りは驚異的で感動すら覚えました。敗因は何だったんでしょうか。最後の方は9割方うちの思惑通りだった、あとほんの一押しだったところを小暮君と桜木君にやられました。私はあの二人を湘北の不安要素と決めつけていた、桜木は危険な素人、小暮は層の薄いベンチ要員として、だが彼らは試合を決めた、敗因はこの私、両南の選手たちは最高のプレーをした。うるせえよって感じだよな本当。でも本当あれですよね、メガネ君を安く見てたから負けた説ありますよね。まあでも田岡も大事なキャラなんですよね、すごくスラムダンクのがなんだろうな、ある上ではすごい大事な人なんだなと思いますね。あれ仙道にルカワがワンオンワンやるありましたよね。であの時にヤバいやつがいるみたいな、で北沢って言うんですよね、沢北じゃねえかっていう
あそこちょっと面白かったですね。いやでも定期的にやっぱりこの漫画読むべきですね、一気読みで。ということで今回はスラムダンクを紹介しました。みんなのおすすめがあればコメント欄で好きなセリフとか、まあ、好きなキャラとかどの試合が良かったとか教えてください。それではまた次回、漫画ハニャンでした。ありがとうございました。